どうも、いちょうです。はい、今回もガチャ動画になります。はい、第4弾のですね、フェス第4弾の最終日となりました。はい、ミスリルは99個、はい、22連でね、スタンプでシンクロ交換できるんですけど、はい、1個足りないんですよね。どうあがいても1個足りなくて、はい、もう集められるところから集めての99個って感じなんで、まあね、100個で22連はちょっと無理ということでですね、はい、4弾を11年1回だけ引きたいと思います。でまた49個になるのかな。で、50個になったら5弾を引く。はい、5弾を引いてスタンプを貯め、10個を貯めたいなと、そういう風に思っております。はい、この動画の収録日は7月7日。はい、もう仕事に行くんでね、今しかちょっと収録のタイミングがないので、はい、行きましょう。はい、まあスコール欲しいですね、ここね。前の動画でも言いましたけど、でクルルも欲しい。D 角とシンクロを引けたんでちょっと欲しいですね。うん、まあ、X デスも欲しいな。覚醒持ってたかな。闇魔法で使いたいっすね。はい、まあ、このデュアル覚醒来てもらってもよしって感じで、とにかく犬は勘弁してよっていうね、そういう流れでございますけども、はい、もうサクッといきます。早く仕事行かなきゃいけないんでね、行きます。はい、さあどうでしょうか。何個出るかな。はい、おお、3つ。ちょっと待って、音量上げようか。音量ね、このぐらいでいいかな。あんま変わらないが、3つ来ましたよ。あー、止まらない、マジか、止まらない。いいや、じゃあデュアル欲しい。これはこれ X です。おお、来た、スコール。オッケー。まあ炎だけど、まあまあいいでしょう。はい、よしよしよし、 OK。 まあまあまあ、これかぶりね。これは X デスの D 角、そしてスコールの D 角。まあ炎だけど、はい、炎と氷のシンクロ持てますんで、それと併用できそうっすね。はいはい、ありがとうございます。さあ、そしてですね、ミスリルが49個になりました。はい、1個足りないんですけども、1個補充でき次第ね、フェス5弾引いて、スタンプ10個貯めたいと思います。はい、どうしようかな。次の動画とくっつけようかな、編集で。はい、そうしましょうか。はい、そうします。はい、ちょっと編集入れました。はい、日を改めまして、ミスリルがね50個突破しましたので、バックフェス第5弾、引いていきたいと思います。はい、あと11年1回でね、シンクロ、はい、選べるというところまで来ておりますんで、まあここサクッと引いて、そうですね、装備選ぶところまで行こうかな、はい、と思います。で、ここはですね、結構かぶりがあるんですよね。まあ再販枠だからっていうのもあるんだけど、ロックがいるっていうね、これがなかなかちょっと厳しいんですよね。で、一番欲しいのはこれ。はい、もうとにかく召喚ダンジョンに向けてこれが欲しい。はい、ミッションもねだいぶ迫ってきておりますんでね、期日がね、これ引ければ大当たり。まああとはラグナーかな、これ。はい、チェーン役、フルバフ覚醒1個で頑張ってますんで、あとは弱体超絶かな、その辺で頑張ってますんで、まあこれ欲しいですね。はい、まあとはいえどうでしょうね、かぶり回避してくれればそれでいいです。はい、この辺とか持ってますからね。はい、かぶりを回避して新規でね、なんか1個でも引ければもうそれでいいです。まあできればこれ欲しいけどね。はい、じゃあいきます。はい、もうサクッとサクサクッとね、いきましょう。さあどうでしょうか。リディア、ラグナは来るかどうか。
おお、いいですね。これにリディア入ってくれてたらいいんですけどね。はい、あれスキップ、はいはい、これはリディアだけど、リディアだよねこれね、確かね。でもお望みの商品ではない。そしてはい、これかぶりっすね。はい、うわすごいねこのかぶりのかぶりの包囲網がすごいねこれね。見事にこれあれだよはい、かぶりかぶりきたねこれね。はい、リミットブレイクチェーン、はいはいはい。いやーちょっと期待したんだけどね、ダメだったね。もうここぞとばかりにさ、ここ来るのよなまあでもそんな予感したんだけどね。いやー悔しい、これは悔しいね。せめて1個どっちかでもいいから新規ね、これかぶり1個外して新規欲しかったってとこだけど、まあしゃあない、もう時間はね巻き戻せないからね。あ、ちょっと待ってくださいね。はい、じゃあどうしようかな。スタンプ系を回収しよう。まず超絶いきます。はい、超絶って何取ればいいんだもう何でもいいよね多分ね、超絶は。なんか6で取ってない超絶とかあるかな。あ、結構あるな。いや予兆とか取ってなかったか。ティナの予兆、アポカリプス、まあでも結構埋まってるっちゃ埋まってるか。あー、なんともな。レオ将軍あんま装備持ってないし、セッツはまあまあ持ってないからね。どうしようかな。シャドウ、シャドウの何か欲しいな。シャドウ持ってるか。シャドウの何かが欲しい。これ、これももうあれだよね、多分だいぶ前の超絶だと思うんですけどね。いやーどうしようかな、悩むな。素直にティナ取っとくかこれこれ今更レンズ交換してね取るほどのもんでもないから、逆にもうここで無料でもらっちゃってもいいんじゃないかなって思うよね。まあでも多分これ使んねえだろうなーって感じはするけどな。どうですかね。ガウアビリティダブル、ガウもなんか覚醒2種持ってたような気がするんだよな。ウーマロ、ウーマロシンクロ1個持ってたかな。まあいいや、ウーマロにしとくか。はい、使わないと思うけどこれでいいです。はい、そして次なんだよ、戦技マテリア。ここをちょっと悩むんですけど、はい、まあやっぱゲージ戦技かな。ぼちぼちゲージ戦技集めていきたいなっていう、はい、感じなんで、ラグナないか。チェーン役のなんだっけ、ゲージ戦技を集めていきたいんですけど、ラグナあった、これにしようか。これじゃねえわ、これじゃない、これじゃない、危ない、間違うとこだったね。どれだ、あれいなくね。あ、じゃあこっち来るとマテリア系か、これかな。あれ違う、これさっき開いたのと同じだねあれなくね、ないか、ないのか。ゲージ戦技これか、これだな、これにしようかな。これレンズ交換できるかできないかちょっとわかんないけど、まあいいや、もう調べに行くのもめんどくさいんでこれにします。はいはい、オッケー。さあそしてシンクロ選びなんですけど、どうすっかな。いや、リディアの何かがあればもらいたいね。
あれでもさ、リディアなんか持ってた気がするけどな。あっと、ごめんなさいね、画面が乱れました。あるね。シンクロこっちにもあるな。水、これは持ってるんですけど、はい、これだけなんですよ。覚醒持ってないからね。ちょっと覚醒も新奥義も持ってない。新奥義、覚醒は確かレンズ交換できるはず、あのまといないやつだけど、新奥義は地属性で持ってるから、これもらっとこうかな。本当はね、 D 格持ってる会員とかこの辺にね、ちょっとかね、ももね、持たせてあげたいんだけど、まあリディアで行くか。リディア、まあ縁ないから、こういうところでちょっと拾っとかないとね、強くならないから、もらっときます。はい、地属性、魔法のね、地属性もちょっと弱いから、まあまあこれはこれでいいでしょう。はい、さあどうしましょうか。これで終わるかな、どうしようかな。ね、チケットまだあるんだよね。はい、シリーズ属性11連チケット、3枚、これちょっと使うか、どうしようかな。リディア狙いでいくか。そうしようか、いくか。待って、シリーズラッキー、シリーズのみのチケットもあるか。どうしようかな。これまた別で取りますかね。そうしましょうか、これまた別で取ります。次の動画にしようかな。シリーズ属性11連チケット、この期限あるやつと、シリーズラッキー11連チケット2枚ってやつ、これ使おうかな。はい、じゃあそうしましょう。じゃあそういうことで、次回、またね、ガチャ動画になりますけども、お付き合いいただければなと思います。ちょっと中途半端のところでね、区切ってしまって申し訳ないですけども、今回はここまでにしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。